アリーナ・コジョカルは、ルーマニア出身のバレリーナ。2013年7月まで、英国ロイヤルバレエ団のプリンシパルを12年間、務めた。現在は、イングリッシュナショナルバレエ団のリードプリンシパル。157センチメートルと小柄ながら、技巧に、裏打ちされた単純明快な踊り、少女役から中年婦人までこなす演技力は、最高水準にあるとの呼び声が高い。 ルーマニアの首都ブカレストで史上天主のジズとして生まれた。7歳で機械体操を始めたものの、怪我のために断念してバレエへ転校。習い始めて数ヶ月後、9歳の時に旧ソ連ウクライナ共和国のキエフバレエ学校の特待生に選ばれる。キエフでロシア語を学びながらバレエ教育を受け、15歳の時に1997年の ローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を受賞した。奨学金を得て英国ロイヤルバレエ学校へ入学するが在学6ヶ月で2年生へと編入される。すでに周囲からは特殊な才能の持ち主として一目置かれる存在だったという。この時点でキエフバレエ団からプリンシパルとしての誘いを受け、それを知ったロイヤルバレエ団は最下級のアーティストとしての契約を提示。 悩んだ末に結局キエフへ戻り、17歳でプリンシパルに就任する。ドン・キホーテ、眠れる森の美女の主役や、くるみ割り人形のクララなどを1年間踊ったが、古典作品のみでは飽きたらなくなり、ロイヤルバレエ団への移籍を決意する。しかし依然として、ロイヤル側はコールドバレエとしての入団しか認めようとしなかった。オーディションを経て、1999年11月に、 最下級、アーティストの階級で正式に入団。ロイヤルでの初出演は、くるみ割り人形大一幕の粉雪で、これが、初めての軍部の体験となる。それから3ヶ月後の2月29日、主役の機会は早くも巡ってきた。シンフォニックバリエーションズで、当初予定の吉田宮子らが怪我で欠場し、公演5日前に突然大役を命ぜられる。当日は、 無名のコールドバレーが抜擢されたことで劇場にどよめきが起こったが、批評家からはマーゴ・フォンテインを彷彿とさせると絶賛された。初年度を終えると3階級特進して、ファーストソリストに。その後も大役で出演したロミオとジュリエットで総軸ダンサーとしての評価が高まった。2001年4月17日、ジゼルの主役を踊り、直後にプリンシパルへ昇格した。 この時入団から1年5ヶ月、まだ19歳だった。2013年7月、私生活のパートナーであるヨハン・コボーが、ロイヤル・バレエ団を退団するのに伴い、東京での公演を最後に、約14年間所属したロイヤルを退団した。2013年秋からは、元同僚のタマラ・ロホが、芸術監督を務めるイングリッシュ・ナショナル・バレエ団に、所属している。9歳で、 母国ルーマニアを経って、以来が愛国暮らしが続いており、頼みとすべきは己のみ、が心情だという。バレエについては細部にこだわる、救いようのない完璧主義者と自身で認めている。また才能に恵まれていたとしても、努力こそが重要と述べている。公演でほぼ毎回パートナーを組んでいたヨハンコボーは、最初にして、最後の恋人。舞台上でも、呼吸の愛は絶妙で、 動きは華麗に指摘席に近い最強のパートナーシップと評されたこともある。キエフ時代に疲労骨折を経験しており、現在でも故障が多い。プリンシパル昇格後から2002年にかけては、新芸術監督の下で年間50公演以上に出演するスケジュールをこなし、2003年以降はたびたび故障欠如している。米国のバレエ用品メーカーと広告使用契約を、 結ぶが本人は報酬を受け取らず、代わりに会社側が、ルーマニアの国立劇場バレエ団のダンサーたちに、トーシューズと衣装を無償で提供する取り決めになっていた。各国のダンサーの生活事情があまりにも厳しいことを思っぱかっての申し出だったという。趣味は、盆栽、読書、映画。遺跡を望んだもう一つの理由は、バレエ学校時代に見たゲームの後ろ姿だったという。 この芸術監督は、ダンサーの起用法などをめぐって、バレエ団内部から猛反発を受け、13ヶ月で事実上解任された。その後任が、モニカ・メイソンである。CFR ・ストレットン・マノン公演中につまずき、途中で代役を立てられたこともある。ありがとうございます。